ルトガー・ブレグマンは、オランダの歴史家、ジャーナリスト、ノンフィクション作家。メディアを再生する、ベーシックインカムについて講演するブレグマン・ブレグマンは、主に、ベーシックインカムや、週15時間労働制、国境解放などの社会政策を主張しており、ピケティに次ぐ欧州の知性とも呼ばれる。広告を排除した、課金制スロージャーナリズムメディアのデコレスポンデントには、 創立メンバーとして携わっている。2013年には著書で橋田ナス・バンデブールートガンがベルギーのシンクタンクであるリベラーレスによって2013年のベストノンフィクションとして表彰されている。2014年にデコレスポンデントより出版したグラティスゲルト・ボーイ・エデレーンは20カ国語での翻訳出版が予定されている。著述活動の他に ネットカンファレンスやユネスコの国際コミュニケーション開発計画、慶応ビジネススクールなどでの講演も数多く行っている。ありがとうございます。